悲しいお知らせがあります。お通夜って聞いたんですけど。だからあのさ、お前なんで毎回さ、うん、俺に無断で誰か連れてくるの。たまたま来たんだよ、ペン吉に。久々に会えてないから。久々に会えてないからっていう言葉おかしい。まあそんなことより本当に悲しいことが起きたな。何で、どうしたの。死にました。誰が。まさか。まさかだよな。嘘だよな。彼は寿命を全うしました。残念、クワガタです。どうしてだよ。なんでだよ、クワガの。え、何こいつ名前あったの。お前にポケモンの名前あげたじゃねえか。クワガの、こんなあられもない姿になっちまって。言ってたわ。お前元気だったのにな。昨日の羽音は誰のだったんだろうな。昨日の夜バサバサ言ってたのは誰だったんだろうな。今ゼリー食ってる子だな。カブトムシの方か。いい出会いだったってことです。お通夜です。今日人じゃない。前提が間違ってる。マッサンは思い入れあるかもな。自分が連れてきた子だから、ゲイバスに乗せて。お前に心がないんだったらゴミ箱に捨ててもいい。そうか。よし、ゴミ箱捨てよう。